水越美桜です。あの、握手してください。はい、頑張ってね。はい、だってまだ手つないでもらったことあらへんかったのに、師匠のたら。何これ、超可愛いんですけど。なんだこの胸を貫く甘々な稲妻は。アイ、ご近所に迷惑だから静かにな。はい。気合い十分だな。師匠のタラブチ。こんばんは、アスカちゃん。ヤチ君、師匠のお友達ですか？ああ、ここの主人の娘さんだよ。師匠は女の人のお知り合いが多すぎる気がします。お疲れ様。よかったらこれ。ありがとう、アスカちゃん。師匠のタラ。要するに元カノってことよね。邪魔しないで。今こいつから元カノの話を聞き出してるから。詳しく聞きましょう。ガーイ、落ち着け。てか元カノじゃないから。なるほど、よくわかりました。つまり元カノってことですね。だからどうしてそうなる。あいつは俺のことが好きとかそういうんじゃなくて、俺といつでも将棋が指したいだけなんだ。その子と何をしたんですか？怒らないから本当のことを言ってください。でも師匠は嘘つきだから、きっとまた愛に嘘を。嘘つき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 。本当に将棋しかしてないんだって。どうしたら信じてくれるんだよ。拷問します。師匠は本当のことを言ってくれないので、痛みと恐怖で自白してもらいます。俺は別に愛に興味津々とか全然そんなことあるわけ。いや、今のは別にもう愛に興味がないとかそういう意味じゃ。師匠のサラー。愛ちゃん。さあね、でっけえよいね、おめとんのがいい。だろう、そうだろう。愛ちゃん、師匠のタラ、ロリコン、ロリコンキング。あれ、大惨事。小学生の女の子をお嫁さんとか何考えてるんですか、変態。落ち着いてよ、愛ちゃん。それ天に向かって唾吐いてるです。白雪。まずい、ここはイルスを。無事だから安心しろ。よかった。それにしても許せない、ケンちゃんを狙うなんて。私絶対に犯人を八つ裂きにして、カンカリじゃない、逮捕するよ。いいから。武帝はドンパチなんて日常茶飯事だろ。この話はこれで終了。はい。なんか私はやめさんみたいって、何言ってるんだろうね私。変だね。変。中に誰かいるの？中に誰もいませんよ。金ちゃん、私に何か隠してることない？ない。隠し事なんてありえじゃない、ありえねえから。そう、よかった。じゃあ私帰るね。金ちゃん、どうしてメール返信くれないの？女の子と関係してる。何？誰？入るよ、金ちゃん。この泥棒猫、金ちゃんを怪我した罪、死んで償え。落ち着け白雪、俺はどっこも汚れてない。いいからどいて、金ちゃん。そいつ殺
な。そろそろ落ち着いて話を。キンちゃん、ごめんね、私に勇気がなかったから。キンちゃんはこんな女子、それ以上勇敢になられちゃ困るわよ。ちゃんと恋仲になったからって付き合えたの。恋仲、バカ言わないで。私は恋愛なんかどうでもいい。じゃあキンちゃんとアリアはそういうことはしてないのね。そういうこと、そのキスとか。知ったのね。白雪、落ち着け。アリア、抜け駆けするつもりね。言っておきますけどね、私だって金さんのキスしたんだから。私がそこから一歩リードすればいいの。ケンジ、あんたクワヤズキキスしたの、このハランチュムティ。いや、それはだな。やめろ。白雪、キンちゃん下がってて。キー君とリポリンは彼氏彼女なんだよ。あいあい傘くらい当たり前じゃん。彼氏彼女、あははは。この季節は本当に変な子が湧くね、キンちゃん。ミネさん、取り消すなら今のうちだよ。私とキンちゃんはキスだってしたことあるんだから。あー、キス止まり。リコはもう B までしちゃったもんね。むしろいい女かもな。ナイシン、やっぱり年上が好き。ダイヤというものがありながら。おい、やめろ。ちょっと邪魔よ、消えなさい。お、道を開けるんだ。いやいや、じまさかあの嫌な女に興味を持ったとか。さあどうかな、翔子さんみたいな豊かな女神の谷間を持つ女性ですよね。また翔子、また翔子、また翔子。そうじゃなくて、俺がシャルと出かけたのは確かめたいことがあったからだ。どういうプレイですか、ライシン。女を連れ込んで吊るして。ずっと一緒にいただろ。更衣室で 0.3 秒ほど目を離しました。 0.3 秒じゃ口説けもしないからな。お礼にお弁当を作ってきました。やっぱり二人はそういう関係。なんで今の礼がもう完成してんだ。あからさまに悪だろ。私料理得意だから。あんたも得意とか関係ないからな。おい、あいつ何学部だ。確か歯学部。おいって、私はあんたの嫁じゃないのよ。嫁何か事情がありそうだ。首を突っ込むつもり。私は絶対に手伝わないわよ。ライシンの嫁はヤヤです。嫁じゃない。完膚なきまでに叩きのめします。本音が漏れてんぞ。メギツネは皆殺しに。ちょっとドジ踏んでな。小紫は？あいつなら軍のセーフハウスに置いてきた。そうじゃありません。小紫が一緒だったのに。まさか小紫といやらしいことをしていて変な隙が。バカなこと言ってんな。ああ見えて小紫は危険なんです。確かめなくちゃ。パンツを脱いでください。神様、仏様、どうか雷神を助けてください。ヤヤはもうわがままを言いません。雷神が人間の女の子と仲良くしてもやきもちを焼きません。雷神のシャツから他の女の子の匂いがしても、ヤヤを置いてけぼりにしても、ある日突然恋人ができたんだとか言い出しても。うわっ、今のは間違いです、フェイントです。騙されないでください。ヤヤはやきもちなんか焼かないので、どうか雷神を助けてください。やっぱり二人はそういう関係。貴様、いつの間にそんなこと。違う。お前ら何を。逃げたー。
アンディエットさん、本当のことを言ってください。あなたは狂言自殺でライシンの気を引こうとしているんですね。悪いフレイ、聞いてみてくれるか。アンディ、狂言自殺でライシンの気を引こうと。いや、男、野蛮人、ヤヤにはキスもしてくれないのに、そんな女と獣を交えて。他の女に取られるくらいならライシンを殺してヤヤも死にます。しまった、フレイ、あいつは。ライシン、最低、変態野郎。あんたまで妙な誤解をするな。早く食べないとダメです。治らないじゃないですか。そんな言い方ひどいです。私のこと他人じゃないって言ってたくせに。バカはお前だ。今の展開でどうして俺の女癖が悪いことになる。ライシンったら、女癖が悪いなんて。